三船町は、熊本県上間式郡にある町。三船の地は、古くから上間式地方の政治、経済、文化の中心地、県閣屈の醸造の町であり、有数の省都として知られてきた。また、要害数用の地であり、南北町の昔から、近くは1877年の西南戦争に至るまで、幾度か戦いが繰り返され、 これら古戦場や古い文化、史跡、名称の類も多い。日本で初めて肉食恐竜の化石、三船竜が発見されたため、恐竜の里として知られる。三船町の名は、慶光天皇の九州平定ご巡行の際、その三船が着岸したことによって名付けられたと伝えられる。南北町の頃は、阿蘇市の一族、三船氏が支配。戦国時代は、 三船雪草が支配。雪草は、阿蘇市の地匠、海高潮に撃たれ、海氏が支配。1587年、豊臣秀吉によって、肥後国は二分され、小西幸長が支配。関ヶ原の戦いで、幸長が滅ぼされると、加藤清正が支配。さらに1633年、加藤忠宏の海域により、細川忠俊が支配。以後、細川氏が、 明治まで支配。平成音楽大学2012年現在、鉄道路線はない。過去に、遊園鉄道が通っていた。町内には小坂村駅、三船駅、下谷駅があった。和個人、ありがとうございます。